ものすごく立派で、いいなと思っています、ね。まあ、この襖も味なんで、まあ、障子もすごく綺麗な。まあ、細長い敷地の中に、立っているうなぎの寝床のような敷地の中に母屋が立っていて、大空間が何ていうんですかね、ないというか、まあ、しっかりと柱が入っていたっていうのが民要員としては あったんじゃないかなと思っていますね。注目してくれたというか、気にかけてくれたというか、よかった と思いますよ。もともと僕も東京に、すぐそこがなんか一番ひどい震度だったっていうのはありますけどね。その割にひどいとこはひどいけど、ぴしゃんこになってるっていうのは、ね、うないかな。もうだいたい周村だわね、他の部落から言うたら、みんなこう長屋みたいになってますけどね、うん、でだいたい作りとしては前に蔵を置いて、それが一つの風よけみたいになってましたから、家の構造っていうのは本当に似てますよ。どこ行ってもほぼ似た感じですよね。